ラブカーズ TV 川口学です。今日は皆さんついにですねフェラーリのプロサングへこちらをお借りする機会を得ました。もうこの車をですね京都で撮影したのはだいぶ昔のことだなという記憶ですけれども、ついにですねナンバープレートがついて日本の公道を走れるようになったということで、こちらはですねまず内外装徹底チェック改めて行ってみたいと思います。車買ったらすぐ施工シラザン50、ラブカーズ TV では登場したばかりの新型車、その内外装徹底チェック試乗動画を皆さんにいち早くお届けすることをモットーに動画を制作しております。動画の制作には皆さんの応援が欠かせません。チャンネルの登録、動画への高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。さあこのフェラーリプロサングエですけれども、プロサングエという名前はですね英語でいうサラブレッドですね、いわゆる純血種ということですけれども、まずボディサイズ行ってみたいと思います。全長は4973mm、そして全幅は 2028mm、 そして全高は 1589mm、 さらにホイールベースは 3018mm という堂々たるサイズの4シーターのフェラーリということになります。いわゆるですね世の中的には SUV というような言い方をするわけですけれども、フェラーリはこの車を決して SUV とは言ってないというところで、あくまでも4シーターの4ドアのですねフェラーリということになります。でまず顔つきから行ってみたいと思いますけれども、顔はこの最近のトレンドにのっとってヘッドライトユニットを下に置いて、なおかつですねいわゆる今までライトがあったレベルのラインには LED を入れて、さらにですねエアロをですね考えたものになってますので、この辺りはエアインテークになってるわけですね。そこに1本の LED が入って、この LED の入ってるラインがブラックで逆サイドまで続くというような構成になっております。そしてその下のところにヘッドライトユニットがこのように入っているということになるわけで、要はグリルのラインのところにヘッドライトが全て入っているということになります。そしてその下がエアインテークですから、もうかなり低い位置にヘッドライトがあるというのも分かりますし、やはりちょっとこう無機質な顔つきになっているのもポイントですね。それとこういった顔つきを採用している車比較的最近多いですけれども、やはりノーズの位置が極端に低いですよね。私のこのももの中間あたりにですねこの先端が来ているということで、通常こういったですね4ドアのいわゆる SUV 系のモデルだと、もうちょっと高い位置にボンネットの一番低い位置が来ると思うんですけれども、この車の場合非常に低い位置にあって、そこからこの抑揚のあるフェンダーを構成していて、ボンネットがすごく複雑な造形をしているのが特徴ですね。センター部分は盛り上がってますけれども、この辺りはこう逆にですね反っていて、それがそのままエアインテークに導かれるような造形になっていて、この辺りの複雑な造形というのはちょっとこう目を見張るものがあるなと思いますし、横から見た時もですねこの両の峰が膨らんでスーッとですねこの後ろにつながっていく、この造形の美しさというのが際立っているなというところでございます。さらにこの車横に回ってフォルムを見ていきますと、まず特徴的なのはやはり縦置きのユニットを搭載しているからこそのですね前軸からドアのパーティングまでの距離が長いプレミアムレングスがあるということですね。ですのでこういった4ドアのハッチバック系のスタイリングをしてるんですけれども、異様にやっぱりノーズが長いというのが分かると思いますし、そこからスポーツカーのようにピラーが立ち上がって後ろに流れていくというそんな独特の造形を持っていることが分かります。またホイールベースが 3018mm と非常に長いので、この中にキャビンをですねしっかりとこの前後で作り込んだ上に、なおかつタイヤが外側に出ていてオーバーハングが前後ともに非常に短いというところで、やっぱりこう長いんですけれどもギュッと締まったそんなですね見え方をしているのもポイントかなというところでしょうね。なのでこの横から見た時のフォルムというのは本当に4ドアのいわゆるハッチバック系の車なんですけれども、どこから見てもスポーツカーだなっていうそんなですね雰囲気が漂っているのがポイントでございます。でフロントセクション見ますと、ここがボンネットのパーティングラインになっているわけですね。さらに
その下の部分はパネルが1枚かと思いきや、バンパーとこのフェンダーの部分は別パーツになっていて、その間にですね、このホイールハウスが形成されているわけですけれども、このホイールハウス、ご覧になっていただいて分かりますように、カーボンのホイールハウスになってますし、フロントから入ってきたエアーが、ここからもさらにもう一回入れて、このホイールハウスの方に導いているという作りになってますし、さらに後端の部分もこのようにエアーのアウトレットが作られていて、まあ見るからに凝った作りが展開されているなというのが分かります。しかもそのまま一番ですね、下のサイドのスカートの部分につながっていくわけですけれども、ここもカーボンのパーツがしっかりと入ってですね、ここら辺を見るとちょうどドアが真ん中あたりで沿っているのがよくわかるかと思います。そしてリアのホイールハウスもこのような感じで、まあ、二分割されてますけれども、カーボンのものが与えられていて、エアのアウトレットが入るということになるわけですね。そしてそのホイールハウスの中に入っているタイヤですけれども、まずフロントを見ていきたいと思いますが、装着されているタイヤはミシュランのパイロットスポーツ 4S ということになります。フロントのサイズは255の35の ZR22 という22インチサイズを採用しているわけですが、このホイールのデザイン、5本の非常に力強い、そんなですねデザインになっているわけですけれども、このターン部をこう風車のように切削することによってこう流れるような感じのですね、そんなデザインになっているわけですね。そしてそのホイールの奥には、これも5本スポークなので間が空いていてよく見えますけれども、ブレンボのですねカーボンセラミックブレーキ、これが備わっております。超巨大なね6スポットのキャリパーと、さらにこのドリルドのディスクを見ていただきたいんですけれども、この表面だけではなくてこの厚みですね、めちゃめちゃ分厚い厚みがもうすごいことになっております。一方でリアのタイヤは315の 30ZR23 ということで、フロント22インチリア23インチという組み合わせになっております。さすがに23インチになると、この4ポットのキャリパーとローター、結構でかいもののはずですけれども、小さく見えてしまうのはもういかにもホイールがでかいからというところでございます。でサスペンションは当然ですね、エアサスになっております。さらにですね、後ろの方に回り込んでいきたいと思いますけれども、後ろから見るとこのテールランプの置き方はやはり新世代のフェラーリのデザインだなというところを感じるもので、例えばローマとかあのあたりともちょっと雰囲気がつながっているような感じがありますよね。左右に2つずつの灯体を置いて、それをですね真ん中でつなぐような造形になっているというところで、このリアセクションの造形もかなり複雑になっております。ランプを囲むようにエアのアウトレットがあって、さらにですねそこからこう絞り込んだようなリアセクションが作られているということになるわけですね。そしてこのテールゲートの部分もわずかにこのダックテールになっていて、その上にフェラーリのエンブレムとプランシングホースが置かれるということになります。さらにこの一見ですね自然で分かりづらいんですけれども、スポイラーも装着されていて中が抜けているタイプになっているわけですね。これがまあ派手ではないですけれども、しっかりと空力を実現しているものになっているということはすぐに分かりますし、これよく見るとウィンドウがここで変形してるんですよね。このようにちょっとこうえぐられるような造形になっているのが一つポイントで、これは何かというと、ルーフから流れてきた風をですねそのままきれいにここに受け止めさせることをですねやってるわけですね。なのでリアワイパーなんかもついてないですけれども、やはり空気の流れ相当に大切にしているということでございます。そしてご覧になっていただいて分かりますように、ルーフは、はい、全てカーボンのルーフになっているということで、このカーボンルーフはかなり巨大ですね。なかなかこの大きさのカーボンルーフ見たことがないなというところでございます。さらにリアのバンパーの下の部分ですね、まあこれスーパースポーツですと、この辺りをやっぱりカーボンでがっつりと作ってディフューザーを切ってある造形というのが特徴的ですけれども、まさにこのプロサングウェイも同じようにディフューザーが切ってあって、なおかつこの下の部分にですねハニカムのグリルが入っていて、そこもきれいに造形されているというものになります。そしてマフラーはですね左右2本ずつ出している計4本出しのですねマフラーが備わっているということで、まあ後ろから見ても相当にいかつい形をしたフォードアのフェラーリだなという、そんな印象を受けるエクステリアでございます。ではこの車の、まあ、命ともいえるエンジンですね、これをチェックしたいと思います。さあエンジンをチェックしたいと思いますけれども、これボンネットはですね逆アリゲーターになっているわけですね。
このような感じで、はい、もうスーパーカー少年たちはこの開き方は本当に憧れるものだと思いますけれども、このようにですね、前ヒンジで開くようになっているということです。そして、はい、ボンネットを開けるとこのようにボディの方にですね、こう埋め込まれるように搭載されている 6.5 リッターの V 型12気筒、もう NA ですよね、これが搭載されているということになります。もうこの時代にあって V12 というのも貴重ですけれども、 NA というですね、ターボを使ってないというあたりが相当に価値あるものだと思いますけども、もはやね、エンジンというよりは芸術品みたいなものだと思いますが、こちらのエンジン最高出力は725馬力、そして最大トルクは716ニュートンを発生するということになります。そしてこれをですね、8速の DCT を介して四輪をですね駆動する AWD ということになるわけですね。これですね、もともとですね、四駆の独創的なレイアウトを持ってましたけれども、そのシステムをさらに進化させた 4RMS の EVO というですね、そういったシステムを組み合わせているということになります。でこの車、いわゆるフォードアの4シーターということなんですけれども、この搭載エンジンが、まあ、これほど後ろに乗っているフォードアの4シーターの車ってなかなかないわけですよね。スーパーカーだったらまあ分かりますけれども、こういった車でここまでエンジンをフロントミッドに搭載している車って非常に珍しいわけですね。なのでこのタイヤの中心の前軸ありますけれども、これがここですね。でここにサスタワーがありますので、このサスタワーがあるわけですけれども、そこからもう完全に後ろにですね、12気筒が搭載されているということですから、いかに本格的なフロントミッドシップであるかということが分かるわけですね。しかもこの12気筒エンジン、通常この位置に搭載したらその後ろにトランスミッションが来るので、運転席なんかはめちゃめちゃタイトなものになってしまうんですけれども、まあ、この車はですね、やっぱ作りがすごいですよね。トランスミッションは後ろに置いてあるわけですね。いわゆるトランスアクセルレイアウトを採用した 4RM の S の EVO というシステムを使ってますので、これによってですね、まあ、これだけエンジン後ろにあってもフロントのですね、センタートンネルは意外に細い感じになっているということですし、前後重量配分で見るとなんと49対51というですね、フロントが軽いというですね、前後重量配分を実現しているのが、まあ、驚愕の部分と言えるところでございます。でインテリアをチェックしようと思いますけど、その前にですね、このボンネットのここら辺見ていただくと、先ほど逆アリゲーターで開きましたけれども、こっから入ってこっちはアウトレットになっているわけですね、はい、このような構造になっております。そしてこのプレミアムレングスのところにこのスクーデリアのエンブレムがですね、はい、備わっているということになります。でさっき気がついたんですけど、面白いのはこのピラーのこの部分ですね、これブラックのパーツ入ってるんですね。でなんでかなと思ったら、この辺りも実はブラックのパーツ入ってて、一見するとなんかそういうのも入れなくていいような気がするんですけど、これ多分なんかデザイン上のアクセントになってるんでしょうね。でウィンドグラフィックはこのようにブラックのですね、グロスの枠がですね、ついているということになります。それとミラーはカーボンのカバーがついているものということで、これはまあカーボンパッケージがついているモデルということになるんだと思います。そしてドアを開けようと思いますけれども、このドアのですね、ノブはローマなんかと同じものですね。このような感じで、はい、開きます。でこの車はですね、4ドアの4シーターですけれども、このようにですね、開けてみて分かりますように、いわゆるクーペ的にですね、サッシュレスのものになっているということです。そしてこう見ていただきたいんですけれども、ウィンドウがですね、このアコースティックウィンドウになっているわけですけれども、今まで見たことないぐらいですね、間に分厚い層が挟まっている、そんなですね、アコースティックウィンドウになっております。なので遮音性もかなり期待できるなというところですよね。そして開けるとのような感じで、カーボンのパーツとスピーカーグリルが入っていて、まあ、このあたりは全てレザーになっていますし、レザーだけかなと思いきや、この一番下のレベルのところはですね、アルカンターラになっているわけですね。このあたりがめちゃくちゃおしゃれですね。もうここ見てるだけでも、まあ、ご飯いっぱいぐらい食べれそうなんですね、そんな造形になっております。そして開けますと、はい、カーボンのですね、スカーフプレートがフェラーリのロゴとともに入っております。そしてペダル類ですけれども、ご存知のアルミのですね、穴が開いたタイプのですね、滑り止めになっているペダルがですね、床から生えているというのが特徴でございます。はい、そしてシートですけれども、こちらはですね、インテリアカラーが、まあ、ブラック一色のものになりますけれども、まあ、非常に上質なレザーだということはもう見ていただいて
すぐに分かると思いますし、一番上のレベルがスムースレザーになっていて、2段目がパーフォレーションになっていて、そしてセンターと座面の部分がアルカンターラのパーフォレーションになっているという非常に凝った作りになっております。はい、まあこのシートを見ていただくと、もう本当に座ってですね、体をしっかり支えてくれて長距離でも楽そうだなっていうのがいかにも分かるという感じでございます。そしてステアリングですけれども、これもカーボンが上下にですねついてますけれども、上の部分は LED が入っているタイプのステアリングですね。まあレッドゾーンなんかが来た時にですね、青から赤く点滅するような機構も備えております。そしてエンジンスタートストップとかですね、ウインカーとかそういったものが全てここに集約されているということで、まあ、静電タッチ式のですねものになっているのが現代のフェラーリのステアリングということになります。そしてステアリングの裏にはですね、これも巨大なパドルが、はい、左右に備わっていて、ここもカーボンということになりますし、その奥のメーターナセルもカーボンで作られているという、まあ、かなりですねかっこいいコックピットになっております。さあ乗り込んでみようと思いますけれども、これねフェラーリでこんな楽に腰をスッと下ろすだけで乗れるというのはなかなかないですよね。いつもはもっと低い位置に座るというのが恒例ですから、それに比べるとだいぶ楽にですね座れるなというところですね。で今コックピットに収まりましたけれども、ステアリングがこう動いてですね、ドライビングポジションがセットされるということになります。でここにですねエンジンスタートストップのこのランプがついてますから、これね触るとこのようにイグニッションがオンになって、さらにこのような感じでエンジンがスタートするということになります。さあ今メーターが立ち上がりましたけれども、当然最新のフェラーリですので、目の前にですねこのようにフル液晶のメーターが入っているということになります。でメーターナセル先ほども言いましたけれども、カーボンになっていて、その両横にエアコンの吹き出し口がこう入っている、まるでコックピットのようなそんなデザインになってますね。でその奥はヘッドアップディスプレイのユニットが入っている場所ということになります。でこのナセルの形ありますけれども、これが助手席でも同じように、はい、作られていて、ここですね今ちょっと見にくいかもしれないですけれども、こちら液晶パネルになっていて、はい、助手席の方もですね 12.31 のフル液晶になっているということですね。でその間の部分はこのようにレザーになっていて、まあ、非常にですね上質なダッシュボードになっております。そしてこの1段ですね下がったところにエアコンの操作系があるわけですけれども、実はですねこの辺りもエアコンのですね吹き出し口が内蔵されていたりします。そしてその下のレイヤーのところは操作系のところだけ静電タッチ式のパネルになっていて、真ん中にエアコンの操作ダイヤルが入っているわけですけれども、これがねまたねここを押すとねこのような感じで上がってきて、まあ温度をですねこのように調整したりとか風量を調整したりということもできます。まあなかなか触らないと思いますけど、このちょっとねこれを見たいがためにやっぱりね操作したくなりますよね。はい、そしてさらにその横にカーボンのパネルがあって、その下にレザーの、はい、ダッシュになっていて、助手席の前にプロサングへのロゴが入っているということになります。それとセンターのトンネルですけれども、これやっぱり通常の FR のセンタートンネルだったら、まあ、あそこにエンジンあったのでもっとぶっといですねトンネルになるはずですけども、意外にサイズはですねこのタイトというかこんな感じになっているのは、まあ、トランスアクスレイアウトだからということになるわけですね。で両横にこのカーボンのパーツが入ってますけれども、そのさらにサイドにはアルカンターラが入っていて、なおかつこの下の部分にちょっとスマホなんかを置いておけるスペースがあるということですね。そしてコンソール自体は置くだけ充電のトレイがあって、さらにここにですねグロスブラックのパネルありますけれども、押すとカップホルダーになっていて、中もですねちゃんと起毛のものになっておりますね。そしてハザードランプなんかがあって、その後ろがシフトのスイッチになりますね、まあ、リバース、それとオートとマニュアル、さらにローンチのですねボタンがあって、まあ、昔のこのゲート式のシフトを模した感じのですねスイッチになっているということでございます。それとその左右にパワーウィンドウのスイッチが備わっていて、まあ、その後ろはチャイルドロックのスイッチなんか備わってますけれども、ここのねなんかちょっと操縦感っぽい造形もすごいかっこいいですよね。金属のレイヤーがこのレザーのこの筒の中に入っていくようなデザインになっていて、まあ、さらにそこがアームレストになっているわけですけれども、この辺りももう好きなくデザインされているところが、まあ、たまらないなというところですし、でここ開けますとこのような感じで
フェルト式になっていて USB の C が2つと 12V が備わっているということになります。でドライビングポジションちょっと取ってみたいと思いますけれども、さっき乗ってみてすごい意外だなと思ったのは、この着座する位置が意外に深いところにあるというか、まあ、乗り込みの時はですね楽に座ったんですけれども、本当にフェラーリの他のモデルだともっとナセルなんかも低いんですけども、意外にこう高い位置にあるので包まれ感がすごくありますね。それと今ハンドルの位置はこれが一番下なんですね。でこれが一番上にするとここなので、かなり、まあ、位置が高めについてるなっていう感じがしますね。なので僕でもこの一番下にしてちょっとフロントを上げてあげた方がいいかなっていう感じで、これがまあ自然な感じですけれども、これシートをですね一番下げてしまうと割とこうなんかハンドルを抱えるような感じのポジションになるかなというところですね。なので少し椅子を後傾させて乗る方がいわゆるまあフェラーリの他のモデルにちょっと近い感覚なのかなというところですね。それと他の部分見ていきますけれども、ミラーはですね縁なしの非常にこう繊細な感じのミラーがついておりますが、中にですね見える景色がですね、まあ、ほとんどリアが見える面積が少ないですね。このような感じで、はい、見ると結構ですね後ろが、まあ、このぐらいしかないぞっていう感じのそんなですね見た目になっています。でこの車ライニングは全てファブリックになっていて、はい、バイザーはこのような感じで、はい、ここにカードホルダーがあって、こう開けるとここにサイドにうっすらと LED が光るタイプのミラーが入っております。そしてこの辺りにですね SOS ボタンとかランプとかですね、そういったものが備わっているというところですね。まあ、非常にこの辺りはシンプルかなというところですね。そしてこの車の場合はやはり4ドア4シーターということですから、リアもですね非常に充実してますので、まあ、今までのフェラーリの紹介ですとリアに座ることはないことが多かったわけですけれども、今回はですねリアシートに乗ってご説明をということができるそんな車でもありますので、リアシート行ってみたいと思います。では後席行ってみたいと思いますけれども、リアドアのノブはここにあります。でこれをですね手前に引くとこのように、はい、一段階開きますね。さらにもう一回引くとこのような感じで、はい、電動で開くということになります。ちなみにヒンジはこのような感じで、めちゃめちゃぶっといヒンジが、はい、カバーがかかってますけれども入っているという構造ですね。でこちらにですね、まあ、フロントと同じような、まあ、この造形もねかっこいい、そして上質なトリムが入っているということになりますし、リアのガラスも見ていただきますとこのラミネートのですねガラスになっているというところですね。で観音開きで開きますので、どのような構造になっているかというと、まあ、実は B ピラーはちゃんと備わっているということになるわけですね、はい、このような感じで、まあ、真横からですね前席と後席のレイアウト見れるのもなかなかないですから、ちょっと見ておきますと、このようにですね見ていただくとフロントシートの位置とリアシートの位置見ていただくと分かるんですが、リアシートの位置の方がですね高いわけですね。なのでシアターレイアウトになっていて、この手の車の場合やはりですね後ろの方は閉塞感出やすいんですけれども、このような状態であれば後ろの人も閉塞感がない、そんな高さに設定されているというのがポイントです。ではこのままちょっと乗り込んでみたいと思います。はい、さあ乗り込みましたけれども、こちら身長168センチの川口学がドライビングポジションを取った状態で、膝前はですね拳が 1,2,3,3つ余裕があります。なおかつ足元なんですけれども、もうシートレールの台座がこのようになってますので、これより前に足は行かないということですね。なのでこのような感じでつま先を石の下に入れるような感じで前に出すか、まあ開いてこの状態で座るかという感じですけれども、こうして座ると背もたれが結構やはり寝ているので、この状態でも足はこの位置でも悪くないかなというところですね。それとヒールヒップが結構ありますので、思った以上にアップライトに座ってるなというのもありますし、座面のこの手前の部分がしっかりと膝裏をホールドしてくれるものになってますので、こうして座った時にですねそんなに長い座面ではないですけれども、ちゃんとホールドしてくれているというところです。もちろんこのように電動スライドと背もたれの調整がついていまして、はい、前に送ると結構ですね前に来ますね。で背もたれですけれども、これは今、はい、一番寝てる状態ですけれども、ここから立てると結構しっかりと立った状態になります。まあ通常は一番後ろまで下げて
そして寝かした状態になると思いますけれども、このような感じで、まあ、比較的楽に座れますけれども、この背もたれの厚みが結構あってすごいね、反発力があるので、なんか一番後ろにしてでも結構こうなりそうな感じの、そのぐらいの反発力があります。で、実際に座ってですね、ドアを閉めてどのような状態になるかというのを反対側から見ていただこうと思います。で、今ここから閉めようと思いますけれども、当然届かないのですが、こちらにスイッチがあります。で、このスイッチを押しますと、はい、このような感じで閉まると。で、当然ですね、ソフトクロージャーもついてますので、ハンドア状態でもスッと閉まるものになっているというところですね。で、まあ、実際に閉めますとこのような感じで、まあ、ちょっと穴ぐら感あるかなっていう感じですけれども、やはりシアターレイアウトになっているので、それでも前は少し見渡せるような感覚はあるかなというところですね、はい。で、装備ですけれども、まずこのセンターコンソールの後ろにエアコンの吹き出し口があって、ここにですね、はい、ロックボタンがなぜかあります。そしてセンタートンネルはこのように太いものが入っております。そしてここなんか椅子のこのももをですね、押さえるような感じのところがありますが、プッシュと書いてあるので、これをですね押しますと、あ、このようにカップホルダーが備わっているということになるわけですね。さらにその上はパワーウィンドウのスイッチがあって、先ほどのフロントにもあったエアコンのですね操作ダイヤルがありますので、これによって、はい、シートのですね、あ、ベンチレーションもついてるわけですね、これ素晴らしい、はい、ベンチレーションもついていますし、まあ、様々に装備が備わっているということですね。あ、これあれだ、左右を選んで、それでここでベンチレーションを、はい、操作するということができるわけですね、はい。そしてその後ろ、このようにコンソールになっていて、置くだけ充電と USB-C が2つ備わっているということになります。で、こうして見ていただくと、いかにですね、リアウィンドウが狭いかというのが分かります。しかもですね、通常だったらこの手の車ガラスのリアウィンドウですけれども、先ほど外から見た時にこうえぐりが入った形状してましたから、このアクリルのウィンドウなんですね、実はね、これ、はい。なのでちょっとこうガラスのウィンドウとは見え方が違うかなというところでございます。そしてここを見ると、もうすでにリアゲートのパーティングがあるので、かなりですねこの辺りの空間狭いというのが分かると思います。実際に拳は1個ぐらいのスペースということになりますね。まあ、肩周りはですね、このシートの形状がありますので、サポートは相当にいいということでございます。ただしアシストグリップはここにはなくてですね、ランプが入っていて、アシストグリップはこのドアのところについているというタイプでございます。さらにリア用のエアコンの吹き出し口が B ピラーに入っているということで、先ほどのドアのスイッチと一緒にですね、はい、このように入っているということになります。さあ、ではラゲッジをチェックしたいと思います。さあ、ラゲッジをチェックしたいと思います。こちらはですね、この下の部分にスイッチがありますので、押しますと、はい、当然電動のテールゲートということになります。で、今開きましたけれども、先ほど見ていただいたこれパーティングこのぐらいなので、まあ、リアウィンドウがいかにね、あの面積が少ないかというのはここからも察することができるのではないかなと思います。ちなみに開けますと、ここに一応ですね、トノボードが入っているんですけれども、これレザーのトノボードになっていて、まあ、こちら側とですねつながる造形になっているということで、まあ、普段はですねこれをあの外すことはおそらくないでしょうね、はい。で、こうして見ていただくと、ラゲッジスペースは、まあ、ミニマムだというのがお分かりになるかと思います。もうこの傾斜がですねかなりやっぱり早く始まっていますので、高さ方向は取りにくいですし、なおかつこの下の部分、はい、今開けますけれども、このような感じで一応二重底になっているわけですけれども、かなり位置が高いわけですよね。実際にこのラゲッジの位置も僕の股よりもさらに上にあって、で、開けてもですねさらに底が高いというところで、まあ、当然この辺りにトランスアクセルが入ってますので、それが故に高いということになります。そしてこちらはですね、はい、12ボルトのシガーソケットが備わっていて、これ何でしょうね、これ給油口開かないときに引っ張るんですかね、そんな多分ものだと思いますけれども。そして逆サイドを見ていただきますと、このようにスイッチがついていて、実はリアシートが、はい、倒れるというですね、私想像してなかったですね。これもしかしたらここフィックスなんじゃないかと思ってたんですけれども、はい、リアシートが倒れるわけですね。これをちょっと見たいと思いますけれども、まず今この、はい、このボードというか豪華な、ここアルカンタラだよ、見えないところ、
すごいですね。これを今外しました。これをやったら怒られますので、これはそっと保管しておきます。そしてですね、ここにスイッチがありますので、まず L のスイッチを押したいと思います。はい、今静かにシートが倒れゆく様子が見えるかと思いますが、このような感じでシートが倒れていきます。わあ、すごい。これ前のシートが後ろにあると、多分その前のシートが動く時間もあるんでしょうね。でこちらもちょっと倒してみます。このような感じで倒れていきます。そして皆さん、今倒れていくときにもうすでに思ったと思いますけれども、ここのボードも外すんかいっていうですね、このような感じでレザー張りというですね、すごいですボードが。そして今、はい、外した状態で見ますけれどもね、ちょっとこれ一言言いたいですね。皆さん、果たしてあのフルレザーの、ね、背もたれの裏側のところに荷物をバシッと置く勇気がありますでしょうか。さらにこのセンターコンソールの綺麗なレザーが貼ってあるところに荷物をガサッと置く勇気のある人はいるでしょうか。なかなかにこれはいないのではないかと思われますし、これもしかしたらこのプロサングへ荷室をですね、ここまで展開したのはもうこれが最後になるかもしれないというですね、他に誰もやらないかもしれないというですね、でもこのようにちゃんとですね、フォードアホシーターの使い勝手が得られるということで、このようなラゲッジになっておりました。さあ、それでこれは戻すのはどうやってやるんだ、これこういうことか。あ、意外にここはマニュアリーな感じですし、これも、はい、このように戻していくということですね。これでフルトリムになったということで、そしてシートを戻すにはこれボタンがありますので、これボタンを押すと、あ、今ね、両方のシートが上がってきましたね。はい、というわけで大きな荷物も OK というフェラーリでございます。はい、というわけで今回はフェラーリのプロサングへ、ついにナンバープレートがついて、そしてじっくりとですね、内外装チェックさせていただきましたけれども、こちらのお車、車両価格4760万円からということになります。でオプションたくさんついてますので、まあ5000万円台はもちろん6000万円はいくんじゃないかと思われる、そんな価格でございます。まあやっぱりですね、そのくらいはするのは致し方ないかなというところでございますね。はい、というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければ、あなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そんな思いでラブカツ TV は動画を制作しております。そして動画の制作には皆さんの応援が欠かせません。チャンネルへの登録、そして動画への高評価、これは応援になりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた別の車、別の動画でお会いしましょう。ラブカツ TV 川口学でした。